24時間テレビ、謝罪の三浦穴に同情論多数、それより今年のテーマがやばすぎる、自信のなさの現れ、日本テレビの24時間テレビが今年も放送されることが発表された。昨年11月に系列局日本海テレビの幹部、懲戒解雇済みがチャリティー基金を着服していたことが発覚し、番組の存続を危ぶむ声もあった。 写真8枚2023年にも炎上した24時間テレビ当時、ジャニーズ問題を早期させかねない、と物議を醸した、何は男子の幼少期ポスターを見る。今回の発表は6月20日、ジップット、デーデーに出演した三浦ーラアナ、37が行った。募金着服問題にも触れ、皆様からの信頼を裏切ってしまう行為です。 改めて心よりお詫びいたします。と謝罪した上で皆様が作ってくれた24時間テレビを続けたいです。24時間テレビで信頼を取り戻せるよう必死に考えて伝えて参りたいと思っています。と頭を下げた。今年は8月31日から9月1日に放送される。47回目にして初めての9月放送となる。 ギリギリまで放送を検討した結果だろうか日テレ関係者に聞いた。実は今年の24時間テレビの放送は昨年8月には決定していました。もちろん24時間テレビの大改革を行った上での放送ということで、やはり募金着服問題の影響が大きいのでは日テレ局内では正直言ってそれほど大きな問題にはなっていません。 日本海テレビは系列局ですが全くの別会社であり、今は日テレからの出向も行われていません。あくまでも他所様の会社の不祥事で、刑事事件にもなっていませんし、着服された募金は返済されました。ですから、むしろ局内では、三浦穴に同情的な声が上がっています。では、なぜ大改革に乗り出すのか。十二年の大改革。 昨年の24時間テレビ8月26から27日がひどかったためです。まず、番組のエンディング時点で、募金総額が前年より1億円も少ない2億2223万8290円しかなかった。最終的には8億2100万8847円になりましたが、番組終了時点では歴代最低も予想され、 これではチャリティー番組とは言えないという声まで上がりました。翌日にはさらなるショックが。平均視聴率、ビデオリサーチ調べ、関東地区世帯が11.3%と、前年から2.5ポイントも落としました。これは大改革が行われた1992年以降で断トツのワースト記録でした。日テレ幹部も顔面蒼白となったのです。 92年の大改革はなぜ行われたのだろう。理由は同じです。その前年、91年に放送された24時間テレビの平均視聴率が歴代最低の6.6%、募金総額も8億円台だったからです。平均6.6%とは随分低い。まさに番組の存続をかけたリニューアルでした。 この年の7月に放送されたフジテレビ版24時間テレビとも言える FNS スーパースペシャル1億2000万人のテレビ夢レッド一重引用父9124時間仏通誌ではビッグスリーことたもりビートたけしアカシアさんまが揃って笑いに徹した番組を放送していました。中でもさんまさんの勝ったばかりのレンジローバーを タケさんが車庫入れと称してブロック兵にぶつけボコボコに。サンマさんの誰か奴を止めなさいとの心の叫びとともに伝説の番組となりました。視聴率三冠王を続けていた富士との勢いの差を感じましたね。その煽りを受けたというわけか。